はい、おはようございます。冒頭は私から今日はございません。どうぞお聞きください。そしたら私の方から一問させていただきます。はい、週末の日韓首脳会談なんですけれども、はい、昨日ですね、韓国の外通部の報道官が、はい、従軍慰安婦の賠償請求問題を、話し合うというふうに言いました。一方で自民党側はですね、記念像の撤去について申し入れをすべきであるというふうに話しています。はいはい、この問題について、はい、首脳会談でどう扱われるべきというのではないでしょうか。これはですね、まさにですね、多角的な観点から、今検討している最中で、ございます。首脳会談でどう取り上げるべきかという問いでありますから、そういった多角的な検討を行って、最終的にはやはり総理の判断ということになると思います。それは韓国側も同じだと思います。はい、他に質問ありますか。イランの制裁をめぐりまして、はい、国際の方で、はい、イラン中央銀行と取引のある米産国の金融機関とアメリカの金融機関との取引制限について合意されまして、決議する見通しですけれども、これについては日本側としても特例要請しているということですが、はい、交渉状況はいかがでしょうか。イランの確かあれも国防受験法の中に入っていたというふうに承知をしていますけれども、様々な規定がございます。我々としてはご案内の通り安保理決議19295号だったと思いますけれども、その履行についてですね、我々としての措置を拡大をしたところであります。一方ですね、申し上げているとおり我が国経済そして世界の経済全体に与える影響ということもあるものですから、そういった懸念について私からというか外務省から米側にですね伝えてます。そういったことも含めてですね、しっかり意見交換を行いながら意思疎通を図りながらですね、このイランの問題に対しては対応していく必要があるというふうに思います。今のご質問は確かにその法案には例外規定も含めてあるということは承知しています。よろしいですか。はい、どうもありがとうございます。